この船はミス洋上大学コンテストの船である。創業20周年繊維のトップメーカー日論が募集、トートドレスメーカー学院が主催、南太平洋航路の豪華船で7泊8日の旅である。ミス洋上大学になればヨーロッパに2年間留学、そしてその後は日論をバックにタレントとして大々的に売り出す。数千名の応募者の中から選ばれるたった一人のミス洋上大学で、三輪桃子さん、はい、23歳、神奈川県出身、美容師。有田光恵さん、はい、20歳、東京都出身、会社勤務。水島陽子さん、はい、素晴らしいな。19歳、東京都出身、大学在学中。静かに、静かにしてください。何でもございませんから。どうしたんですか？誰かが水着の中にカミソリを入れたんです。そんな、何かの間違いです。事故です。これは何かの間違い。4人もの人が怪我をしてるんですよ。怖いわ、こんなひどいことをする人がすぐそばにいるなんて。及川先生、とにかくドクターを。はい、フィルムをよこしなさい。上沢先生、フィルムをよこさないと下船してもらいます。我々はこの洋上大学に関する限り自由に取材してもいいという条件で乗船してるんですよ。あなたたちはこんな何でもない事故をすぐ興味本位にスキャンダルにしてしまう。それが困るのよ。こちらです。ドクターお願いします。皆さん、コンテスト会場に戻ってください。何でもないんですから。では水着審査の発表をいたします。厳選の結果、この中から5名ミス洋上大学候補を発表いたします。番号と名前を呼ばれた方はサークルの中央へ集まってください。では学院長どうぞ。4番、三輪桃子さん。はい。20番、堀戸玲子さん。9番、水島陽子さん。はい。7番、生野香織さん。はい。そしてもう一人、13番、有田光恵さん。ミス洋上大学の候補は、この5人に決まりました。さらに慎重に選考を重ねて、最終審査は寄港地においてこの中から1人ミス洋上大学を選びます。皆さんはいわば
ミス洋上大学の仮免許。これからはあなたたちの戦中での授業態度、物腰、言葉遣いなどを参考にさせてもらいますよ。私かあなたね。ねえねえ、さっき水着の中にカミソリの刃を入れた犯人誰だと思う？桐山先生の説によるとね、ミス洋上大学は無理と悟ったブスの生徒だって。矢野ちゃん聞いてるの？ポケット何を見とれてんのよ。光江さんですね。はい。おめでとう、5人の候補に残って。ありがとうございます。審査員の方でしょ？ええ、週刊ビューティーの矢野和也と言います。週刊誌の今度の洋上大学の成果を取材するために乗り込んだわけですが、ここでまたあなたにお会いするとは。またって？思い出しませんか？いや、あの時は痛かったな。しかしあなたが綺麗なんで我慢しちゃったけど。ああ、あの時間はバスが混むから。あの時は本当にごめんなさい。ねえ。はい。あの時のお詫びの印に今夜のパーティーで踊っていただけませんか？私よく踊れませんけど。実は僕もそうなんですよ。今度は僕が足を踏むかもしれませんよ。さすが振袖パーティーだ。豪華絢爛ですね。まあ大きな声じゃ言えないが、あなたが一番似合ってますよ。いや本当ですよ。しかしコンテストもいいけど、振り袖のない人はどうするんでしょうね。母が無理してくれたらしいんです。何としてもミス洋上大学になりたいでしょう。いいえ、私の知らないうちに母が勝手に応募しちゃったんです。でも本心はミス洋上大学に選ばれてみたいという夢はあるんでしょ？ええ、女ですから誰だって。それじゃあ今は応募してよかったと思ってますね。私がミス洋上大学になったらご褒美あげてもいいわ。着々と根回し中だよ。任しときなさい。だからさ、今夜ご褒美の先渡し。ギラギラしてないところが中年の魅力でしょ。ねえ、それより有田光恵さんのことなんだけど。素晴らしい振り袖ね。気にしない。君がミス洋上大学さ。ねえ、あの人のこと調べてくれない？講師なら見ることできるでしょ、履歴書や何か。分かった。その代わり甲板に来てくれんな。院長先生、一曲踊っていただけますか？私は及川先生、踊っていただいたら。院長の許可が出たんです。さあ。Thank you.
私たちのこと気づいてるのかしらね。さあね。気づいてるなら気づいてるで、私は構わないけど。君。素晴らしい振り袖ね。水島さん、あなたのもねえ、お相手していただけるかしら。どうぞ。いらっしゃるのね。水島洋子さんでしたね。ライバルのことは気になるもんですか。もちろん。でも彼女多分ミス洋上大学にはなれませんことよ。どうしてです。さあどうしてでしょう。今に分かりますわ。変なもんが入ってないか怖くて。私前に地下鉄でさ、変なことされたことあるんだけど、この船の中に変質が乗ってんじゃない？私ただのいたずらじゃなくて、なんか計画的な感じするな。何見てんの？あら、すごい。ねえみんな、ちょっと来て見てごらんなさいよ。何？ナイドさん。何だろう？キャー、さすが。あなたのお父様、今度の選挙が終わったら大臣って噂ね。そんなこと知らないわ。どっちでもいいみたい。はい。どう？何か変わったことない？ありません。ありません。先生、いかがですか？いえ、結構よ。みんな集まって楽しくやるのもいいですけど、公開中に事故があったら私の責任です。その辺よくわきまえて行動してくださいね。はい、はい。今来たのも審査の一つかしらね。そうかもね。何しろミス洋上大学って美貌だけじゃない、品が良くなくっちゃいけないって言うんだから辛いわよね。本当。でもミスは洋子さんに決まるよね。私たちはおこぼれの純ミスを狙うしかないってわけ。最大のライバルは有田光恵。強敵ね。有田光恵さんはミスにも純ミスにもならないと思うわよ。あら、なぜ？でもあの人の振り袖すごいわ。負けそう。よく似合うんだもん。分かった。桐山先生でしょ、切り札は。あれは道具よ。切り札はもっとすごいもの。ねえ、何教えてよ。とすれば美和、なんだっけ、桃子さん。そう、彼女さえいなければこの部屋でミスも準ミスも独占ね。明日は朝から授業がありますから早くお休みなさい。はい、はい。私なんだか怖いわ。応募しなきゃよかった。そんなの贅沢よ、5人に残れたのに。冗談のつもりだったのよ。まさか20人の中に入るなんて思わなかったし、まして最後の5人に残るなんて。わかるわ。大きな力が働いてどっかにどんどん流されていってしまうような気がしてくるわね。あなたはいいわ。でも私はダメ。ダメだなんて。ミスになる資格なんかないかもしれないのよ。どういうこと？急に後ろから指を刺されて誰かに言われそうな気がするの。桃子さん、誰にだって過去あるわ。今さえきちんとしてれば誰も何も言わないわよ。そうよ、シンデレラになる資格はどんな女の子にだってあるわ。そういうのをノイローゼって言うのよ。寝ましょう。三つ絵。え？そうそう、江戸の絵。あ、今言った5人が候補に選ばれた。あ、
最後のセレクションはガム島に着いた晩ナイターで行われる予定。うん、ミス洋上大学が決まり次第連絡を入れます。え、いや別に異常はありませんよ。穏やかな航海が続いてます。はい、それじゃ。お前だけだよ、俺にとっては。信じられないわ。この航海が終われば学院長と結婚するってお話だし。小杖か。向こうは勝手にそう思ってるだけだよ。本当？当たり前じゃない。千一本満足に弾けない日本一のデザイナーか、院長先生の影武者になってんの。もういい加減たくさん。そうね、お前の才能は勝ってるよ。しかし才能だけじゃダメだ。残念ながらお前にはまだ高見沢梢の持ってるような競争的才能がない。なんつったって看板が第一だよ。失礼、ちょっとうとうとしたもんで。桐山先生、ご用がお済みになったらご足労でも私の部屋までお越しいただけません？はい、分かりました。どうぞ。私たち結婚の約束を解消した方がいいんじゃないかしら。君、そうなさりたかったらいつでも言ってください。弥生さんの方がよろしかったら。高校での私が独学でここまで来たの並大抵のことじゃなかったわ。生爪を剥がすような思いをして天下の日論をバックに今のデザイン学院の学院長の地位まで上ってきたのよ。誰にも譲りたくないわ。分かってるよ。あなたを愛してるわ。だから今私を支えて。何失敗してんだよ。日論のやり手の若社長は僕の大学時代の親友なんだし、政治的にも経済的にも盤石じゃないか。え、君がね学院長になったのは君だけの力だったか、僕の力も少しあったのと違うか。え、分かってる。話さないで。私不安なのよ。共作、視野共作、こういった現象が起こりがちなんです。また恋愛もまた一種の異常な状況と考えられるとすれば、そこで女性は害して私だけが愛されている、あるいは私だけが惨めだというふうに感じてしまいがちです。まあ、女性というものは私が私がという錯覚が多すぎますね。未婚の母？あの子が。で、ホテルをフロントをリセプションの意味で使う場合は日本だけでありまして、オックスフォードの辞典やウェブスターを引いてもそんな意味は出てこないんです。また今リセプションというような言葉が出ましたけども、最後のシュンというのは。では今日はこの辺で。3時まで自由時間にします。はい、これ。
ご注文の履歴書のコピー。母の名前ですか？初江って言います。家政婦をしてますけど。有田初江っていう家政婦さんがうちに働きに来てる時に、私のお気に入りの振袖が一着なくなったのよ。紺地に菊をあしらった京都であつらえたものよ。いいわよ、あげるわよ。私とあなたの友情の記念に。母はそんな人様のものを盗んだりするような人じゃありません。うちの母が飛行機で島に来るわ。もちろんあなたも5人に残ったんだから、あなたのお母様もいらっしゃるんでしょう。ええ、来ると思います。そうすれば全てがはっきりするわ。あの時振り袖がなくなって大騒ぎしたんですからね。私母を信じてます。あなたが何をおっしゃろうと。あなたのために言ってあげてるのに。盗まれたことを警察に知らせれば、あなたのお母様は逮捕されるの。嘘です。あなたの言うことなんて信じられません。強情な人ね。あの振り袖いくらするか知ってるの？西陣で特別注文して作らせたものよ。あなたのお母様もらってきたとでも言ったの？お母様は許してあげるわ。でもあなた泥棒の娘ということじゃね。何をおっしゃりたいの？誰にも言わないわよ。ただこんなこと知ってあなたミス養生大学にはなれないわよね。両親の問題ね。なんとか新しいのを買ってあげたいと思ったんだけどね。いいのよ。素晴らしい振り袖だわ。ほら、奥様いい方でね。お嬢さんがもう着なくなったから安く譲ってあげてもいいって言ってくださったのよ。ずいぶん贅沢なお嬢さんもいるのね。そんな人もいるの？三重、必ずミス養生大学になっておくれよ。そりゃなりたいけど。お前ならなれるわよ。きっとなれる。どんなことしたってならなくちゃ。お母さん。だって自分の娘が世間に認めてもらいたいと思うのはどこの母親だってみんな。それにあんたはそれだけの価値のある子よ。お母さん変よ。どうしたの？なんでもないわよ。あんたをここまで育ってきた、いろんな苦労思い出しただけ。教えてなかったわね。でしょ。これね、ちょっとおじばんと似てるのよ。こうでしょ。ここ。島が見えたわよ。この時もし彼女の心の中にあったものを覗き見ることができていたら、あるいは悲劇が防げていたのかもしれない。ミス養生大学が選出されるこの夜のために、
最終審査に残った候補5人の家族たちが日本から飛行機で招待されてきた。皆さん、いよいよこれからミス洋上大学を選出したいと思います。経歴なんかを偽ってる人が候補になってるなんておかしいと思います。ミスの栄冠にふさわしくない人が入ってるんです。この中に巫女の歯がいます。子供がいるくせにミスに応募なんてミルク代でも欲しいのかしらね。闘病愛哀れむっていうわけね。あなたの振り袖のこと発表しましょうか。どうぞ。よろしいの？そうなさりたかった。私母を信じてます。あなたのような方と争う気にはなれません。私も辞退します。君たち、ちょっと待ちたまえ。選び出すのは我々だ。選び出された後で辞退するのはあなた方の自由だ。ボロを着て灰をかぶって働いていたシンデレラがカボチャの馬車に乗って舞踏会に出た時、彼女はプリンセスに選ばれた。ミス洋上大学コンテストの船はカボチャの馬車なんだ。皆さん、公平に良心的に選ぼうじゃありませんか。さあ、君たち戻って。では皆さん、投票。決定いたしました。元ミス日本の三河理恵さんからその栄誉ある印をミス洋上大学の有田光恵さんに。おめでとう。私の振り袖を着た人がミス洋上大学だなんて許せる？桐山先生、約束が違いませんこと。船にも乗せてやる。ミス洋上大学も間違いなく。あなたは日論のお目付け役でしょ。宅の主人と日論との付き合いがどういうものかご存知でしょう。九分通りこっちのもんだったんですがね。おかしいな。おかしいのはあなたよ。心理学者のくせに他の審査員の心理もつかめないなんて。しかしね。言い訳はやめてよ。陽子、今からでも遅くありませんよ。泥棒の娘なんかをミス洋上大学にしておくことはないんですから。それはですね、私もそのことをお嬢さんから聞いてすぐ他の審査員に話したんですが、証拠というか。振り袖が証拠じゃないですか。それが確かにお嬢さんのものだったということを立証できないわけでして。桐山さん、覚悟がおありでしょうね。はあ、なんとかもう一度努力。まるで夢みたいだね。ねえお母さん、ん？聞きたいことがあるんだけど。何？急に。振り袖のこと、あれ安く譲ってもらったって本当なの？別にお母さん疑ってるわけじゃないけど。バカだねお前は。母さんがお前に嘘なんか言ったって仕方がないじゃないか。嘘じゃないよ。お嬢さん、ミス洋上大学おめでとう。ありがとうございます。初江さん、お話があるの。
お母様ちょっとお借りするわね。初江さん、これから審査員の方たちに会ってもらおうと思って来たの。なぜですか？分かってるでしょ。振り袖のことをはっきり言ってもらうわ。そのことでしたら、お帰りになってから旦那様にお聞きください。主人に？どういうことそれ。旦那様にお聞きになれば分かります。失礼します。もういいよ。そう、どうしたのそんな顔して。ねえお母さん。ん？陽子さんのお父さんってどんな方？お母さんよく知ってるんでしょ？そりゃあのお宅で働いてたんだから知ってるよ。だけどご挨拶程度しか口も聞いたことないし。だって偉い方なんだもん。旦那様に聞けば分かるって言ってたけど、どういうこと？あんたまだ母さんのこと疑ってるの？そうじゃないけど。どんな方？どんなって。優しい方？そうだね、優しいっていうのかしらね。君、どうするんだその振り袖。娘の三重が二十歳になりました。お嬢さんの陽子さんとは一つ違いです。この振り袖、娘に着せてやることができましたら。ご自分の娘に着せるんです。惜しいですか？妊娠していた貧乏な下宿の娘を捨てて偉い政治家のお嬢さんと結婚をした。出世をしたいのは男の方の夢でしょうから。三重のことは忘れてはしない。その三重がこれを着たらきっと喜びますわ。お帰りなさいませ。思いが叶ったよ。有田さん、何してるの？私の振り袖をどうするんですか？水島さん、ちょっと待って。帰りたいじゃない。
内くまなく探しましたが、水島さんを発見することができませんでした。遺書めいたものも残してませんし、自殺ということも考えられません。間違って海に落ちたっていうこともあるんですけど、昨夜の彼女の行動がわからないんです。協力すると思って皆さん、何でも知ってることを話してください。皆さん静かにして。桃子さん、あなた随分水島さんを嫌っていたようだけど、何も知らないの？子供のいることを暴露されて恨んでたんでしょ？私が何かしたとでも？あなたご自分の気持ちが強いから。どういう意味？人の恋人を取ったりはしません。話をそらさないでちょうだい。あなた昨日の晩水島さんと会わなかったの？どうなの？あの人私たちの部屋に来たけどすぐ出てったわ。それだけよ。何をしに来たの？別に。智子さん。はい。ゆきさん。はい。あなたたち確か桃子さんと同室だったわね。本当にそうなの？それだけよ。あなたに聞いてないわ。第一、桃子さん、いいのよ。水島さん、私に会いに来たんです。ロッカーから私の振り袖を無理やり。あの子勝手に三井さんの荷物をかき回したのよ。そんな大事なことなぜ黙ってるんです？それでデッキで振り袖を返してもらって別れました。それだけ？はい。水島さんと争ったんじゃないの？あなた手首に怪我をしてるようだけど。信じられないわね。何もなくて別れたなんて。喧嘩になったんじゃないの？水島さん見つかったんですか？いや違う。デッキの階段の下で見つかった血痕は水島さんのと同じ血液型でした。有田さん、あなたの所持品調べさせてもらうわよ。及川先生、それは行き過ぎじゃないですか。あなたに有田さんを取り調べる権利はないでしょう。私は責任者の一人として。それはこの船の船長や保安関係者がすることです。しかも水島陽子が殺されたと断定できる証拠がある場合に限って。それにこの船は外国船ですよ。誰か有田さんが水島さんを海へ突き落としたり争ってるところを見た人はいますか？わかりましたわ、矢野さん。ご自分でおっしゃったこと覚えておいてくださいね。責任は取っていただきますよ。ええ。院長先生、事実がはっきりするまで有田さんをミス養生大学とするわけにはいかないでしょう。一時保留ということでいかがでしょう？先生方はどういうふうに？まあ仕方ないでしょうね。せっかく無事に決まったのに残念ですけれども、仕方がないんじゃありません？そうね。三井さん、ちょっと三井さん待ってくれよ。辛いだろうけど我慢するんだよ。疑いはすぐに晴れるに決まってるんだから。もういいんです。何がいいんだよ。一体どうしたっていうの？いつもの君らしくないよ。私をかばってくれてありがとう。僕にできることだったらどんなことでも力になるよ。言ってくれよ。男の人にこんなに優しくしてもらったのは初めてです。一体何を隠してるんだよ。頼む、僕には本当のことを言ってくれ。三井、ちょっと。養生大学保留になったんだって？ごめんなさい。謝るなんてお前が悪いわけじゃないもの。でもね、
疑いさえ晴れればまた元のミスに戻れるわよ。ねえ光恵、ねえ母さんに話してちょうだい。昨夜何があったの？何もないわよ。陽子さんとはデッキでお話して別れたきりよ。だってま本当よ、本当なのよ。そうだね、お前が陽子さんの思想に関係なくあるわけないもんね。あの矢野さんって人、お前のこと好きなんだね。ずいぶんお前のこと心配してくれて。やめて、お母さん。矢野さんとはただのお友達よ。ただのお友達なのよ。あの人、あなたに聞けと言ったのよ。わからんねえ。陽子の振り袖のこと、俺は知ってるわけないだろ。でも、ずいぶん自信ありげでしたよ。関係ないのになぜあなたの名前が出るんです？わからんねえ。あなた、まさかあの人と。バカなこと言うな。忙しいんだ。選挙前の大事な時だってことは分かってんのか？あなた、あの人と奥の座敷で話してらしたことがあったわね。あの時、あの人着物の包みを抱えて出て行ったわ。中身は何でしたの？俺が知るわけないだろう。知ってらしてもおっしゃれないでしょうね。あなた、奥様、船から連絡が入りまして、お嬢様が行方不明だそうです。行方不明って船の中にいないっていうの？はい、昨夜から姿が見えないそうです。あなた、もっと詳しく調べるんだ。はい、私すぐに参ります。あなたは？先生、誠に申し上げにくいんですが、これから幹事長と会食のご予定が。分かってる。何かあったらすぐ連絡してくれ。先生、及川先生、授業のテキストいただきに来ました。先生、ごめんなさい。10分ぐらいしてからまた来ます。ねえ、誰が有田さんどこへ行ってるか知ってますか？あ、有田さんなら及川先生の部屋にテキストをいただきに行っていますけど。あ、そう、どうも。水浸しにして気をつけてくれなくちゃ。確かに及川先生はその時生きていたんだね。はい、シャワーを浴びてらっしゃいました。それで？デッキを一回りほどゆっくり散歩してからまた行ったんです。こっそり部屋に入って殴り殺したんじゃないのかね？違います。桐山さん、ここは事情を知るための場じゃないんですか？誰がやったとか調べる場所じゃないでしょう。そうでしょうかね。現実に及川弥生は殺されたんですよ。でもどう考えたって
有田さんが副院長を殺す理由なんかないじゃないですか。殺人は理由のあるなしでやるもんじゃないよ。愛蔵が絡んでたのかもしれん、欲が絡んでたのかもしれん。それどうも僕は水島陽子の失踪と関係があるような気がしてならないんだ。水島陽子はすでに殺されて、副院長の及川助手はそれを目撃したんじゃないのかな。突飛な推理はやめてください。私たちは警察じゃないんです。ドクター、及川先生は転んで頭を打ったということはないんですか。ありません。死因は鈍器による頭蓋骨折です。有田さんが握っていたボトルが凶器でしょう。及川さんのものと思われる血痕が付着していました。私じゃありません。私はただみんなに配布するテキストをいただきに行っただけです。いやしかしね、あんた及川さんを恨んでた。何しろ水洋上大学を保留にされ300万円もパーだ。学院長、彼女の処置をどうしますか。公会場の船内で起きた事件の警察権は船長にあります。私は学院長として申し上げます。現状ではミス洋上大学の栄誉権利義務、それらの全てを白紙に戻したいと思います。いやちょっと待ってくださいよ。いい加減な推理で有田さんを犯人呼ばわりし、ミス洋上大学を剥奪するなんてことは当然の処置でしょう。小松ドクターが言ったように凶器は有田君が握ってた、それだけで十分だ。それに水島陽子の事件だって怪しいもんだ。どういうことですかそれは。どういうことって本人に聞けば分かるでしょう。それは水島陽子事件の時にもっとはっきりさせておけばよかったんだ。我々はね、殺人鬼を放置したようなもんだ。犯人は私です。殺しがやったんです。この子じゃありません。本当です。本当に私がやったんです。本当なんです。ね、この子じゃないです。院長先生、信じてください。私がやったんです。これは美談だ。母親が娘をかばうってのは当然の心理ですから。そうじゃないんです、ね、本当です。院長先生、信じてください。やめておかしさん。私がやめてちょうだい。本当に私がやったんです。ごめんよ、あんなことしちゃって。お母さんね、信じてんだよお前のこと。だからみんなで寄ってたかって、お前を人殺しだなんて。母さん、ああするしか仕方がなかったの。お母さんありがとう。嬉しかったわ。でも私、そんなお母さんの気持ちに値しない娘なの。私陽子さん、水島さんが落ちたの見たわけじゃないんだろう。だったらわからないじゃないか本当のことは。私が殺したのよ。晴れ着のことなんかでミス洋上大学を失いたくなかった。あの人が許せなかった。憎かったのよ。あの人はお金がたくさんあるわ、使い切れないほど。でも私、ミス洋上大学をもらったのはこの私よ。お母さん、
しまい。おしまいだわ。みんな母さんが悪いのよ。なんとか前に密養生大学になってもらいたいなんて。母さんの責任よ。三つ陽子さんのことはもう何にも言わなくていいのよ。いいわね。後のことは母さんがちゃんとするから。お母さんちゃんとするってどうするの。お前は心配しなくていいのよ。みんな母さんが悪いんだから。あの振り袖まさか陽子さんの言ってたのでたらめよね。お母さん嘘よ。お母さんが人のものを盗むなんて嘘に決まってるわ。お母さん私に何か隠してる。隠してなんかいない。あの振り袖盗んだの。違う。人のものを盗んでまた私をミス養生大学に。そんなお母さんじゃないはずよ。だって三井、あの振り袖がなかったら。お母さん。母さん悔しかったの。あの男の娘があんな豪華な振り袖を着てこの船に乗るなんて。お前は美しさでは誰にも負けやしない。だけど母さん、お前には振り袖の一枚も買ってやれなかったんだもん。どんなにバカな母親だと思われてもいい。お前にどうしてもあの陽子っていう子に勝ってもらいたかったの。あの男はね、お前ができてることを知りながら母さんを雑巾みたいに捨てたのよ。だからお前にさ、あの振り袖を着る権利があるわよ。私のお父さん死んだって。そうじゃなかったの。じゃあ陽子さん、私は義理の妹を殺したのね。三井、須内先生。捜査は現状からというからね、ちょっと興味があったもんだから。保安庁の方が来るまでここが荒らされないようにしないと。おう、誰か荒らすやつでもいるんですか。とにかくここ閉めますから、先生も早く出てください。あ、ちょっとすみません。あの、ちょっと。僕だけじゃない、興味を持ってる人が他にもいましたよ。これ。何これ。落ちてたんだよ現場に。調べてみる価値はあるな。有田光恵のものだったらどうする。
まさか彼女がこんな高価なものを。いや、彼女を助けたい気持ちはわかるけど、よほどの真実がない限り無理だよ。全ての証拠は彼女に不利だ。及川弥生の死体は船長の判断で最寄りの寄港地まで冷凍室で保存することになっている。しかし時間が長引けば腐敗始めるし、証拠保存も難しくなる。ますます相田君は不利だよね。あの子は及川殺しはしていない、それだけは分かるよ。うん、怪しいのは他にもっといるもんな。おっ、ちょっと待って。ああ、これ。いないって。怖い、探さなくっちゃ。それじゃあ一緒に探そう。お母さん、お母さん。伊勢さん、あっち探して。お母さん。お母さん、伊勢さん、何をするんだ。伊勢さん、離して。お母さん、ちょっと誰か入れなくて。お母さん、伊勢さん、お母さん、しっかりして。どうしたんでしょう。愛してるからさ。愛してるんだよ。続けざまに三人の女性が死に、その慰霊祭が今行われている。水島陽子と有田初恵は海に消え、及川弥生はその死体を船底の冷凍室に横たえている。まさに死の後悔と言えた。嫌な雰囲気だね。見てみろよ、みんなの顔。Thank you.
和也さん、ごめんなさい。私はやはりあなたの愛を受ける資格のない女です。あの晴れ着の振り袖は母が水島家からいただいたものではなく、陽子さんのおっしゃった通り盗んだものでした。母はそのことを、そして水島家にまつわる過去を告白し、娘にも恥ずかしい思いをさせたことを悔いて自らの命を絶ったのです。君何してんだ、人の部屋で。すいません、無断で入って。お待ちしてたんですよ。これあなたのだったんですね。あなたはこれを及川さんの部屃に探しに来たんだ。いいえ、弥生さんが譲ってくれって言ったのよ。だから私。梢、お前まさか。違うわ。だったらなぜそんなに慌てんだよ。変なこと言われる、誰だって。矢野君、私は何も知らないんだ。この人とは関係ないんだ。なんて人なの。お前こそ弥生を。あなたのせいじゃない。水島陽子もお前がやったのか。違うわ。あれは及川弥生が。何？高見沢さん、話してもらえますか。その後、海へ投げ込んだのを見たんですね。なぜ黙っていたんです、今まで。養生大学が失敗に終わるのが嫌でした。それに弥生さんの弱みを握っておけば、この人と別れさせることができると思いました。それで及川さんのキャビンへ行ったんですか。私はもう終わりだと言いました。院長先生か。満足に線一本引けないデザイナー。あなたのデザインはね、みんなこの手が描いたもの、私のものよ。ぼちぼち全てを公表する時期かもね。無能なお人形さんには消えていただいて、若い世代でバトンタッチ、政権交代ってわけ。それから逃げたんですか。いいえ、呆然とかなり立っていたように思います。ノックの音に気づいて。有田光恵さんの。先生、授業のテキストをいただきに来ました。先生。隠れるところもなく、とっさの判断で裸になり、及川さんのように。汚い、醜いですよ、あなた方は。有田さんに悪いと思いませんか。彼女に一生、死ぬまで消えない傷を負わせたんだ。私は母が本当に振り袖を盗んだとしても母を恨めないと思いました。私のためにそうまでしてくれた母の気持ちを察してありがたいとさえ思いました。
でもそのために私もあの水島陽子さんと争って、しかも腹違いの妹のあの人を死なせてしまった罪の意識はとても弁明することはできません。その償いをするため私は母の後を追っていきます。和也さん、今なら言えます。あなたを愛しています。さようなら。三瀬さん、陽子さんや及川先生を殺した犯人は分かったんだ。君じゃない。でも母は死んだわ。私生きてたって。僕がいてもか。私ミス養生大学を辞退しました。お金や名誉よりもっと大事なものがあることに気づいたからです。ミスを夢見た女の子は死にました。お母さん、どうして死んでしまったの。お母さん、今までの三枝は海の中で死にました。ここにいる三枝は生きます。どんなに辛くても私生きていきます。